はい、こんにちは、マクワタンです。今日はこちらの焼きそばの袋麺ですね、こちらを使ってお店で食べる風の焼きそばを作っていきたいと思います。材料がキャベツ、玉ねぎ、人参、それから豚バラ、こちらスライスですね、ブロック買ってきてちょっと細かくしました。それからもやしですね。まあ野菜はね、結構何でも合うと思いますので、今日はとりあえずこんな感じです。それでは作っていきます。はい、まず最初にフライパンに水を張ってもらって火をつけます。そしてね、早速なんですけどこの袋麺を入れてしまいます。こいつですね。で、この付属のソースも一応後でちょっと使うんで取っといてください。これでね、ちょっと麺がほぐれるまでちょっと待っていきます。はい、だいぶいい感じにほぐれてきましたね。全部完全に火通す必要はないです。7割8割ぐらい、ちょっと硬いかなぐらいで OK です。これでね、一回ザルに開けちゃいます。はい、そしたらね、フライパンちょっと一回軽く洗ってもらって、ごま油ですね、ごま油を入れて軽くフライパン温めてください。もうすぐ温まると思うんで。そしたらね、揚げた麺を入れていきます。で、最初ちょっと全体的に広げたら、そのまま動かさないで1分ぐらいちょっと放置します。強火で今いってます。ちょっとね、焼き色を外につけてあげます。はい、今だいたい1分ぐらいですかね。ちょっとね、この外側から湯気がブオンブオンって出てくるんですね。そしたらそろそろ焦げ目ついたかな。焦げ目がつくぐらいの目安で、ちょっと一回これで返してあげますよ。はい、いい感じについてますね、焦げ目。これで逆側ももうちょい1分ぐらいこのまま放置しておきます。はい、だいたい裏面も1分ぐらい経ってますね。こっからちょっと湯気がボワーっと出てきますね。だいたいそうすると焦げ目もついてきていると思うので、こちらをね、一回引き上げちゃいます。一旦引き上げてます。で、このフライパンのまんまごま油ですね、ちょっと多めに敷きます。大さじ 1.5 ぐらいか、1ぐらいか、1が1から 1.5 ぐらいで、まずね、豚肉から炒めていきましょう。で、お肉入れたらお塩ちょっとだけ下味つけます。ちょっとでいいです。もうね、フライパン結構温まってるんで、すぐ火入ると思うんで、だいたいこの豚肉が7割ぐらい火通ったらお野菜も入れていきます。とりあえず火の通りづらい人参と玉ねぎからザクッと入れます。だいたい火加減中火から強火ぐらいでいってください。うん、いい香りしてきましたね。これ最初に野菜炒めを作ってあげるっていうのが今日のポイントですね。はい、だいたい今1分ぐらいかな、炒めて。ちょっと人参もくたっと、玉ねぎもくたっとしてきました。玉ねぎ今日最初カットしちゃったんだけど、ちょっと厚めのスライスですね、くし切りみたいな感じで切ってあります。ちょっとしんなりしてきたら、もうこっから全部強火でいいです。キャベツ投入、これでちょっとキャベツに油を吸わせていきます。今日使ってるキャベツね、あのシュピッツコールって言って、ドイツでスーパーで買えるちょっと柔らかめのキャベツですね。ドイツのキャベツって硬いの多いんですけどね、なるべく柔らかいのを選んでもらって、うん、もうだいぶいい感じになってきましたね。ちょっとキャベツもしんなりと油吸ってくったりしてきましたね。そしたらですね、もやし入れます。もやしちょっと水につけておきました。ちょっとシャキシャキ感を出したかったので。もうもやし入れたら早いですね、だいたい1分ぐらいかな。で、ここで軽く塩をします。はい、だいぶくったりしてきたんですけど、ちょっとシャキシャキ感もね、残しつつやってるんで、とりあえずこんなもんで OK です。で、ちょっと片側に寄せてあげます。寄せた部分に先ほどの麺をドバッと入れます。そしたらちょっとだけ麺の方にね、お水を当ててもらって、ちょっと浸して蒸し焼きにします。だいたい1、2分かな。
はい、だいたい 1,2 分経ちましたね。ちょっと開けてみましょう。おお、だいぶね、こう蒸すとふっくらしてくるんですよ。焼いてから蒸すと、このふっくら感がちょっとね、いい感じですよ。これ見てください、見えるかな、ふっくらとして。そしたらちょっと味入れていきます。今日はね、2パック袋麺使ってるんですけど、そのうちの1パックに入ってるこいつを入れます。そしてオイスターソースですね、こいつをちょろっとだけ小さじ1ぐらいかな。これでちょっと混ぜていきます。ちょっと水分が足りないので、ちょっとだけお水足します。これで合わせていっちゃいます。うん、いい香りだ。ちょっとね、味付け好みなんですけど、ちょっとウスターソースをちょっとだけ足します。これでもうほぼ完成ですね。野菜もいい感じにくったりして、うん、美味しそうだ。ちょっとだけ醤油を、ちょっと若干硬いので、お水を。なるべくね、麺にこう味を染み込ませていく感じでやっていってあげてください。うん、これで OK でしょう。こんな感じでふっくら焼きそばの完成です。盛り付けていきます。なんかをね、ドバーンとかければこちらで焼きそばの完成です。美味しそう。今から食べていきます。はい、じゃあ食べていきます。はい、こんな感じですね。いや、いいですね。焼きそばはちょっといただいてみます。うん、麺がふっくらしてるんですよね。もういただきます。うん、香ばしくて、うん、本当に麺もふっくらしてて、野菜の甘みも、うん、しっかりあって、うん、これは美味しい。うん、うん、美味しい。バクバクいけちゃいますね。うん、もうね、本当に暑いんで、今日も暑いです。いただきます。ああ、ビールがふむ。本当ね、これ、ちょっとひと手間加えるだけで、ふんわり美味しくできる焼きそばが仕上がりますんで、よろしければお試ししてみてはいかがでしょうか。以上です。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。